こんにちは、手塚慎一です。福島情熱探訪59市町村再発見の旅、次回6月10日月曜日の放送は会津のへそと呼ばれる湯川村にお邪魔します。どうですか、この後ろに広がる光景は雄大な山々。そうです、磐梯山をはじめ素晴らしい山々です。そして美味しいお米が取れるこの田んぼ、この風景が広がっている湯川村です。この湯川村の情熱人は国宝薬師如来があることで有名な小乗寺のある小乗区、この地区を活性化しようと頑張っていらっしゃいます金子康介さんです。どうぞお楽しみに。